よーかちっこちこんばんは、タイポンです。はい、ということで今回はねかなり有益な情報なんじゃないかなと思います。今作 FIFA21 にめちゃくちゃ多発しているキャリアモードのフリーズバグの対処方法を皆さんに共有していこうかなと思います。正直ね、俺もね今までね明確にキャリアモードのフリーズを直す方法っていうのを、知らなかったんですよね。なんかねチラッとオートセーブを消すとなんかフリーズの回数少なくなるよみたいな話は聞いたことあるんですけど、今回はですねちょっと明確にフリーズの対処方法を教えていこうかなと思います。でですね、ちょっとツイッターの方でキャリアモードのフリーズの対処方法を知ってる方いたらぜひ教えてくださいっていう風にツイートさせていただいたんですけど、そしたらねすぐねリプが来まして、このフリーズの対処方法めちゃめちゃ簡単です。やり方はですね、今作FIFA を起動するとなんか最初に言語設定出てくるじゃないですか。日本と英語と中国語かな、なんか出てくるんですけど、あれをね英語にするとフリーズしなくなるみたいなんですよ。なんだそれって感じなんですけど、なんかその英語にするだけでフリーズしなくなりましたとかで、なんか読み込みとかも日本語の時に比べるとスムーズになりましたっていう、そういうねリプをいただいて、実際のところ多分これが一番有効なフリーズの対処方法だと思います。で、英語になるってことはでも文字とかも全部英語になっちゃうってことなのかな。でもある程度キャリアモードのシステムまで理解してれば別に英語でも全然余裕でプレイできるとは思うんですけど、おそらく多分これはだからやっぱ元々英語のゲームだから処理が軽いとかそういった理由なのかな、ちょっとわかんないけど、とりあえずね、ぜひこれフリーズに悩まされてる方は試してみてください。かなりこれはね嬉しい情報なのかなと思います。で、ちなみにですね、今俺プレイステーション5で、FIFA プレイしてるんですけど、 PS5 になってからねキャリアモードは1回もフリーズしたことないですね。多分やっぱ処理とかの問題なのかな、わかんないけど、でもねちょっとねこれ一つ言わせてほしいんですけど、大前提として、いやまずそのバグ直せよ。発売して4ヶ月ぐらい経つのかな、そこを多分結構ずっと放置されてるってことなんで、Twitter とかでもキャリモフリーズとか調べるともうここ最近のやつでもキャリモフリーズするバーってツイートしてる人いるんで、未だにね直ってないということで、直していただきたいですね早くそんな言語英語にするとかじゃなくて、どれぐらいの頻度でねフリーズしてる人がフリーズしてるのかがわかんないけど、これはさすがにちょっとどうなのと思っちゃいますね。細かいバグみたいなのはね定期的に直されているし、アップデートは結構入ってはいるんですけど、なんでそれ直んないんだろうっていう、とりあえずねちょっと EA さんにはねもうそこら辺早く対処していただけたらいいなと思います。はい、ってことなんで対処方法は言った通りなんで、ぜひ試してみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。